はい、どうも、妖怪ちぷにぷに今回もやっていきます。はい、今回はねお知らせ出てますね。そしてこれ2番目のアカウントなんだけど、最後ね、時計作るのとバイモラエルね、スーパーバイモラエルやっちゃいたいなと思います。マジンベルトがであと終わりですね。メインアカウントはもう全部終わってんだけど、うん、2番目のアカウントも間に合いましたね。3番目は無理かな。そして新イベントね来てますね。妖怪学園 Y 4月2日にアニメがね最終回になるということで、キャラがね来てますね。一応こいつらはあの古典妖怪パイセンたちとね合体合成したやつかな。これはミッチーのバイカッパー、そしてフブキちゃんのねグロックレディと人形があれした人形レディ、これなんだっけ、ティラノーグ、これはライムくんの最終形態、最終形態はあのウルトラマンか。アシュラギルファの進化系、そしてこの生ハゲみたいのがなんだっけ、メラ君、獅子王と生ハゲの生ハゲ王、そしてこれがキュービとナインテールか、ナインテールとテングのテングザナイン、そして後ろに映ってるのはロクロロックスがいないからロクロロックス追加なのかな。ちょっと後ろに映ってるなんか金色のやつ、これなんだっけね。そしてこのオズマがいて、妖怪学園 Y だからまたあれだろうね、学校側とかあの辺の時と同じイベントなのかな。これが伝説の光の巨人、なんかエンマと一緒になだってね。これ見るとあれかな、ロクロロックスが追加なのかな。なんかそんな感じしますね。一応これで、あ、違うな。マタロウくんのあの暴走魔天ソラナキの MT バウンサーだな。あれが多分追加なんじゃないかな。ロクロロックスいないね。忘れられちゃったのかな。はい、多分いない。多分ね、マタロウくんのあのね、暴走魔天ソラナキのやつがいないと、ちょっとあれ、ね、せっかく。かっこいいキャラだからあれが追加なんじゃないかな。かわいそうにロクロロックスいないよね。まあいいや。はい、まあちょっとイベント楽しみにしましょう。なんだろうね。メンテナンスがちょっと長くなりましたね。2時4時ですね。いつも3時半までなのにね。はい、という感じで妖怪学園はイベント次でラストかなって感じしますよね。アニメもついに最終回は8000ワイポイントプレゼント、これ助かったね今回。はい、ということで一応この2番目のアカウントも最後ねウォッチゲットしちゃいましょう。マジンベルト、そしてなんだっけ、時計、金あるね、よかった。サブアカも間に合いました。はい、マジンウォッチゲットです。これは貴重だね。妖怪学園 Y は一区切りしちゃうから、妖怪学園 Y 系のウォッチ復刻どうすんだろうな。なんか彼あのキャラクターたちがなんか復刻するのかな。ね、転生イベントと言ってもおかしくないかね。妖怪学園 Y イベント。はい、そしたらあとはね、ラストチャンスガシャでバイモラエルゲットしたんで3個も余ってるな。はい、最後ね、このちょうどいいね、サバカで元気ドリンク15個残ってるので、これでね、バイモラエル。今11,463か。はい。できたらちょっと1万ワイポイントいきたいんでね、ちょっと最後チャレンジしたいと思います。はい、じゃあ来ましたね。
やっていきましょう。65万あって、漆黒丸持ってんだけど、あんま火力あるとね、すぐ倒しちゃうんで、このアシュラギルファーでやりたいと思います。これだったら、一応、元気ドリンクは15個ね、16発、65万だから4万ぐらいで、突っ込めばちょうど16発でいいんじゃないのっていうね。3万超えればね、多分ね、マックスになると思うんですよ。なんだっけ、ワイポイントがね。なんであえてこのポカポカポカで、最近妖怪三国志ではねポカポカが流行ってんだけどね。さあアシュラギルファー技レベル3ぐらいだから、4万ぐらいいってくれるとちょうどいいんだけどね。あ、足りねえな火力が。あ、でも全体で4万ぐらいに行くからちょうどいいかな。ミッションなしで3万超えぐらいだからちょうどいいかもしれないね。これで、でなるべく16発打ちたいので、時間優先であんまり時間かかんないよね。でサブアカとか他のアカウントのお助けもパッパラパーぐらいな感じで。お疲れ様ずら。はい、もう1分半経っちゃったけど、これでダメージが3万超えれば680。あっ、しまった。これじゃいかんいかん、何考えてんだもういいや、普通にあれでやっちゃおう。あれつけるの忘れちゃったね。焦っちゃったな。あー、もったいない、30秒もったいない、準備不足ですね。あー、もったいない、15発撃てなくなるぞ。何考えてんだ。こっちですね、ごめんなさい。いやー、情けないね。でも16発ギリギリ撃ちたいな。さあ、こっから元気ドリンク使うね。まあどっちにしろ16発しか撃てないんで、なんとか間に合えばいいなって感じだね。よいしょ。3万超えればいいと思ってるんですよね、火力が。なので、よいしょ。もったいないことしちゃいましたね、一発。これで1万チャレンジは無理かもしれないまあでもな。さあ、ちょっといい配列になっちゃいましたね。これは大ダメージ必須ですね。あー、4万超えちゃったな。まあでもこんな感じで3万とにかくね、火力がいけばいいと思ってるので、弱いね、フルパワーでやってんのにな。よいしょ。まあこんな感じでね、周回したいと思います。まあ最悪はね、漆黒丸の方でやりたいと思いますけど、ちょっとあれだな、レベル上げの分は時間ロスだな。3万火力が超えれば680ね、これマックスなのね。これで、はい、じゃあちょっとあとはちょっとカットします。はい、残り4分33秒になりましたね。いきましょう。ちょうどいい感じでちょっと漆黒丸の方に変えましたね。残り4分、ちょうどいい感じで680を積み重ねてきました。2万突破。さあ、残り3分58であと2個なんだよね。ちょうどいいですね。16発チャレンジはとりあえず、アシュラギルファーの時に1回ね、もうミスっちゃったんだよね。でミッションが来ないでほしいな。とりあえず16発は打ってまし、出そうですね。これだったらミッションなしなんで5万はいかないかな。
3万だとギリギリ680いかないですね。危ね危ね危ね。おおほうほうほう。これあとはもうホームランでいいな。あとホームランでいいっすね。1万だから最後の一発ね、ここまでで終わりにしたいやつですね。時間はギリギリ足りましたね。17発打ってるかな。本当はこんな動画なんか撮ってなければ18発ギリ打てんじゃねえかなって感じがしますけどね。はい、残り2分。もう一発打ってたな。もう一個元気ドリンク貯めてやってもよかったかもしれないですね。絶妙ですね。はい、という感じで680を積み重ねて、さあラストいきましょう。完璧だな。よいしょ。あ、刻んでもよかったな。失敗したな。まあいっか。680いきましょう。あの刻むと多分あと2回ぐらいしか打ってないからダメだったな。はい、ということでね、無事完了しました。残り1分半を残して、はい、ちょっと1回のミス痛かったな。最初のミスとあと空振ったのが1回あったんで、もったいないことしちゃいました。倒しきると、はい、780もらえますね。という感じで、はい、というわけで使い切りました。じゃあちょっと集計します。残り1分20秒あるね。もうないけどね。はい、最初ね、11495からスタートしたので、まああとね残り18秒あるけど、21857ポンということで1万超えました。1362ポイントでした。ちょっと失敗、最初の失敗と1回空振った分ね、あれなんで、まあ700として16発打ったらね、本当は 16×7、 まあ同じぐらいか。はい、なんでまあまあまあ良かったんじゃないでしょうか。まあ1万1000ぐらいいけたかな。 16×700 が 11200なんで、まあ 680×16 だと1880だから、まあまあまあいいんじゃないですかね。まあとりあえずね、1万超えの Y ポイント稼ぎね、はい、できましたんでいいですね。バイモラエールはやっぱりいいなということで、はい、という感じで今回、次回イベントとねやっていきました。次回ね、はい、学園ワイモの楽しみにしたいと思います。はい、じゃあすいません、今回こんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、3番目のアカウントはもう無理かな、マジモッチね。それではまたにしましょう。さよなら、バイバイ。たまったね。